はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、レディープレイヤー1っていうね、スティーブン・スピルバーグ監督作品が、明日上映ということでね、それを記念してなんですけれども、その作品にね、登場する、商品じゃないけどね、作品の商品を、ご紹介したいと思います。結構これね、1980年代のアニメーションなんですけれども、かなりね、世界的に大ヒットした、劇場作品ですね。いやー、これはね、ほんとね、30代以上の人じゃないとわからないかもしれないですね。それでもね、スティーブン・スピルバーグ監督がね、登場させたっていうことはね、どんだけ、知れ渡ってたかっていうのがわかるかと思います。ぜひね、レディープレイヤー1を、ご視聴した時にね、そこを注意深く、見ていただけたらなという感じでね、今回はご紹介したいと思います。ということで、こちらですね、見てわかる方はわかります。はい、こちらね、レディープレイヤー1でも、登場します。アキラっていうね、劇場版アニメーション、こちらの、主人公のね、愛車である、バイク、主人公がね、金田っていうね、少年なんですけれども、そちらがね、乗る愛車の、金田のバイクです。はい、いや、これがね、すっごいかっこいいんですよ。もう当時からすごい人気がね、あったバイクで、これをね、実写で作ったりする人もいるぐらい、みんなね、ほんとこれには興奮しましたね。めちゃくちゃかっこいいんですよ。これがね、レディープレイヤー1で登場するっていうことでね、今回はそれを記念してということでね、ご紹介させていただきますけれども、これはその中でもね、ポピニカから出てます、6分の1スケールのね、バイクになります。はい、6分の1スケールっていうとね、どのぐらいの大きさかってあまりよくわからないかもしれないんで、ちょっとね、このメジャーで測ってみましょうね、全長をね。はい、まあ結構この段階でね、手と比べればどんだけ大きいかってわかります。はい、まあ大体約ですけれどね、約ですけれど、49、いや、約50センチぐらいかな。うん、横が大体もう50センチぐらい。そのぐらい大きいですね。はい。で、まあね、その当時のね、メーカーとかコラボしてますね。シチズンとかね、キャノン。あと、ここはね、バイクメーカーのショーエ。はい。そこら辺ともね、タイアップしてる作品ですね。いやー、もうかなり世界的にね、大ヒットした作品です。結構今 DVD とかブルーレイでもね、レンタルで、借りれて見れますんでね、ぜひね、見てない方、この機会にね、見ていただけたらと思います。ということでね、もっとね、これ実はね、機能が豊富にあるんですよ。はい、そこをね、ぜひ、皆さんと一緒に、見ていきたいと思います。はい、ということでね、こっからはね、ちょっとアップでね、撮っていきたいと思います。まずね、このバイク本体、こちらがね、結構マグネットでついてるんですね。エアロとかが、エアロっていうかカウル自体がね。なので、こうやって普通にこう外れます。そうするとね、こうやってむき出しのシリンダーとかが見えます。これすっごいかっこいいんだよね。もうシリンダーがむき出しの状態になるっていうね、すっごいかっこいい。
とねここら辺も、バカってね外れます。はい、そうするとねホイール見れますね。いやすっごいよね。はい、であとここも外れますね。ここパカッとね。であとここもね外れます。パカッとね。はい、後ろのリアホイール、はい、見れますね。はい、もうこういうだけでねもうかなりこうねパーツがこう分割でね、外れるっていうのがこの時点でもうかっこよさがすごいね、もうね、うん、であとねタイヤがねこれがね、本当のゴムでできてる感じですね。はい、であとはね、あとここにね、分かりづらいんですけど、普通にバイクと同じようにスタンドがついてますね。これはしまうことができる、できますね。ちょっとねこれ商品自体がこれ重いんですよ。なのでねちょっとね今片手で撮ってるんでねちょっとなかなか重くて持ち上がらないっつうかね、持ち上がるんですけどちょっとこう、まあ、寝かせれば分かるかな。こうねしまうことができるんで、はい、まあそこら辺はねこうお好きなように。はい、よいしょ、重い、ちょっと寝かせないとダメだな。はい、じゃあね今度逆側見てみましょうかね、逆側を。はい、ということでね、反対側、こちらもですね、同様に、こちらパカッと外れますね。磁石で引っ付いていきますんでね、これはそれにこっちにつけた方がいいか。あとね、バイクメーカーの洗いもね、タイアップしてますね。はい、ね一応これでこう見るとね、よいしょ、こうねちゃんとね、運転席側に、ナビがついてますね。すっごい当時としてはハイテクですよ。で、スピードメーターとかね、あとここハンドル、一応ハンドルもね、ちゃんと動きますね。こうしっかりね。で、ミラーはほとんど曇っててね、ちょっと見えませんけれども、はい、あとねちょっとしたギミックがあります。それをねちょっとご紹介したいと思います。こちらが、背面になりますけれども、一応ここにね、実はスイッチがあります。これをちょっとオンにします。はい、今オンにした状態です。はい、するとねどうです、ライトアップします。こうね青い LED と、車輪にはね、緑の LED がしてます。はい、ここでね、もう一つ実はギミックがあります。それがですね、ここにペダルがあります。このペダルをちょっと踏んでみましょう。はい、何もなりません実はもう一段階いきます。スイッチ入れますね、ここのね、はい、という音とともにね、ハザードランプがつきましたね。はい、でアクセルを踏みます。
というね、劇中のね、発信の音がしますね。ホイールスピンを起こしてね。で、実は、反対側にはペダルがあります。こちらを踏んでみましょうというね、ブレーキ音が鳴ります。はい。で、ちょっとね、正面を見てみましょう。よいしょっと、重い。はい。正面を見るとね、ライトがちゃんと点灯してます。はい。このライトもね、実はね、どこだっけな、ここもカバーが外れるんですよね。こうパカッとね、はい。で、どこだっかな、どこだかで、あ、これかな。ここでね、そう、こうね、上げ下げができるんですよ。こう見るとね、わかりやすいかな。はい。という感じでね、ライトが上げ下げできますね。はい。で、今ね、ちょうどハザードランプがこうね、両方点灯されてる状態ですね。要は今待機状態みたいな感じです。はい。こういうね、素晴らしいギミックが、重い、素晴らしいギミックが搭載されています。はい。もう一回ブレーキいきます。アクセルももう一回踏んでみましょう。うわー、かっこいい。劇中はね、もうホイールからちょっとね、稲光みたいなのが出るんですよ。ピョンピョンって。それがまたかっこいいんだよな。いや、これを見てね、本当ぜひね、皆さんね、映画、まあ、レディープレイヤー1もそうですけど、アキラの映画もね、見ていただけたら嬉しいですね。もう一回ちょっと指導音聞きましょうか。ああ、いいね。いや、ここら辺はね、本当ね、すごいよくできてる。いや、これはね、実はもう結構前に、出た、商品ですんでね、今は、普通には買えません。だいたいオークションとかになると思います。まあね、相場は高いです。だいたい6万から未開封だと、8万とかそんぐらいですね。はい。いや、結構やっぱね、出来がいいんでね、まあ、そんぐらいかかっちゃうよね。うん。これどっちだったっけ。逆か。おいしい。どうだった。まあいいか。はい。あとね。実はそれと、同スケールでね、主人公の、金田、こちらがね、同時に出てます。はい。これが主人公の金田っていうやつなんですけれども、ちゃんとね、劇中のゴーグル、はい、あとね、服はね、ちゃんと、フェイクレザーみたいなので、再現されてます。で、これがレーザーガンみたいなね、まあ、劇中を見ていただければわかると思いますけれども、これでね、仲間の、ちょっとね、敵になっちゃった鉄夫っていうやつがいるんですけれども、
それをこの、レーザーガンみたいなので撃つんですけれども、もう相手はねもう化け物みたいになっちゃってるんでね、全然それが効かないんですよ、まあ、そんなねすごいやつを相手にどう戦うかっていうのはねアニメを見て、楽しんでいただけたらなと思います。これはね別に固定ポーズじゃないです。可動式なんでね、自分はなんでこんなポーズかっていうとね、実はこういう風に、飾ってるんですね。はい、ということでね、こういう風に劇中さながらなポーズをとって、飾ってますね。はい、こうやって座らせるとね、より、すごいかっこいいと思いませんかね。いやーかっこいいわー、すっげーかっこいい。まあね、自分の部屋のね一角が、アキラコーナーとなりましてね、こちらはね、VHS です、ビデオです。はい、アキラ、誰も進化したアキラを知らない。監督はね大友克洋先生。はい、舞台はね、ネオ東京ですね。はい、こういう感じですね。こういうねちょっとね、まあなんつうんだろうね、ミュータントじゃないけどね、そういう感じの、キャラとかが出てきます。2019年ネオ東京ということでね、実はねこれにはねちょっとした都市伝説があるんですよね。それはちょっと後で言いますけれども、まあ、まずはね私のコレクションということで、こういうふうにねでっかいねシルクポスターが飾ってあります。こんな感じですね。で、ここには壁掛けのポスターで、ここにはね、結構レアなね、壁掛け時計、はい、こちらもあります。で、あとはね、まあ、こういったね、ちょっとホログラムなテレホンカード、こちらも、あります。まあ、こういう感じでね、あとはねちょっとこういったねミニチュアチックなアキラ、はい、こちらも飾ってあります。はい、こういう感じでね、自分の部屋には飾ってあります。はい、ということでね、どうですかね、アキラ、レディープレイヤー1にもね、バイクだけは登場するんでね、どういう感じで登場するかっていうのを楽しみに見るのもいいかと思います。で、先ほども述べましたようにね、ちょっとした都市伝説をね、ここで語りたいと思います。実はね、舞台は2019年の、ネオ東京っていうね場所なんですけれども、まあ、もちろん架空の都市なんですけれども、まあ、東京っていうだけあってね、まあ、東京、近未来の東京を舞台にしたっていう設定なんですけれども、なんとですね劇中に、横断幕みたいな垂れ幕みたいなのがあって、そこに、来年東京オリンピック開催っていう風に書いてあるんですね。すごくないですか。1980年代のアニメですよ。それが、舞台が2019年で、来年に、東京オリンピック開催っていうね垂れ幕がかかってるっていうシーンがあるんですよ。これって結構幼稚じゃないですか。結構ね話題になってるんですけどね、幼稚的な
だからもうなんだろうね、当たったんだよね、もう2020年東京オリンピック開催ということでね。でしかも最後の、対戦、鉄尾とね対戦する最後の舞台が、そこのオリンピックを開催する競技場の建設現場なんですよ。はい、そこでねラストバトルが繰り広げられるんですけど、すごいですよね、うん、オリンピック開催のところで、ラストバトルっていうね、なんか すっごい、そう考えるとね見たくなりませんかアニメということでね、皆さんねぜひこの機会にね、レンタルでいいんで見て見たらどうかなと思いますね、うん、かなり面白いです自分的にはね。まあ、レディープレイヤー1を見た後でもいいかもしれません。はい、ということでね今回は特別企画としてね、レディープレイヤー1、劇場公開記念としてね、アニメアキラ、こちらのね、グッズ紹介をさせていただきました。これを見てね、もし、気に入っていただけましたら、チャンネル登録とね、あといいねボタンを押してください。続々とね、フィギュア開封とかしていきますんでね、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。